パリ五輪は10日、陸上女子やり投げ決勝を行い、日本の北口遥が65メートル80を投げ金メダルを獲得した。この競技中、フィールドにうつ伏せになり、カステラを頬張る行動が海外のメディアやファンの間でも話題となっている。画像、遥は気分屋さんで、ね、北口遥が競技中にカステラを食べる様子北口は1投目にいきなり65メートル80を叩き出し、トップスタートを切った。 二投目は62メートル39、三投目はファウルだったが、トップをキープ。すると他選手の投敵を見つめながら、フィールドにうつ伏せになり、カステラを口にした。足をバタバタさせ、金メダルを争う競技中にリラックス。やり投げは1時間以上かけて6回投げる。極限の集中力が求められる一投のためにオンとオフを切り替え、肘も休ませた。国際映像では、 リラックスしている人もいますね。わら、ケーキかな。それをつまみ食いしてるの。北口、わら、と女性が楽しそうに実況。ファンからは X、旧ツイッター、e r 上に、爆笑、はるか北口は気分屋さんね、とっても可愛いキャー、和音とコメントが次々に並んでいた。カステラには原価次の意味もある。 優勝した昨年ブダペスト世界陸上の競技中もカステラを食べて話題に。当時は最初の日本記録を出した時にカステラを食べていて、それ以降できるだけカステラを食べています。今回は両親が日本から来て差し入れしてくれて、海外でも食べられるようにしてくれたと話しており、リンまでそれを継続しているようだ。北口はスイッチを入れ直して迎えた4、5投目に記録を伸ばせなかったものの、 最終6投目を前に他の選手も伸ばせず金メダルが確定した。